はいどうも、新田中マンでございます。それではね、ファイナルファンタジー7エバークライシスやっていこうと思うんですけどもね、まあ結局はガチャでございますよね。いっぱい溜まりましたよね。ここね、このゲームはですね、結構ダイヤというかね、溜まりやすいんでですね、この前もゼロだったのも溜まっちゃいましたね。5万もね、ちょっと美課金ですけどもね。それではね、ガチャなんですけども、新武器、これティファとザックスですよね。ティファがね、ちょっと可愛いんですよ。ちょっと見てもらっていいですか。ティファが可愛い。これなんかいいですよね、フリフリの感じは。でスタイルもデバフ大延長っていうのが初めて出たんでね、これはね今後も使っていけるんじゃないかなということで取っときたいっていうのが一番ありますね。まあ衣装狙いっていうのがあって、フェザーグラブもね、あのバニーの武器と組み合わせたらいいんですけどもね、まあこれだけでもまあ取っても悪くないでしょうということと、ザックスですよね。ザックスは、こういう、まあ、デバフでちょっと延長のと、霊属性でダメージと、まあ、武器も霊属性ですよね、まあ、持っとってもいいかなと思うんでね、これちょっと取りましょうかということでやっていきましょう。さあ行きますよ、早速。それでは一発目行きましょう。はい、まずはチョコボ、チョコボ1位が1位が1位。はい、いつもいつも通りでございますね。スタンプシートは1個と、はい、まあ最初はねこんなもんでしょう。はい、来ました。一発目はね、やっぱあの今後のこのガチャを占う意味でもね、まあ普通っすね。ここで赤くなればまあレア確定、レア確定なんですけども、赤くならない、これあんま良くないですね。はい、これが払うか避ける、払うか避けるしたらもういいんですけどもね、これ大体受けるんで、はい受ける、はいリセット、はい行きましょう。これひどい、一発目からひどいですね。これ飛ばします、こういうのはね、はい、新しいの出てますけどもね。さあ行きますよ、行きます。2発目、さあチョコボの色がね変わればね、2以上か。これお、これ全然1ですね、全然いかないですね。さあ行きましょう。はい、行きました。武器は普通、うん、あんま良くないですね。赤くんはどうせならないんでしょ。赤くん行きましょう。ダメな雰囲気満点やな。あ、避けた、意外と意外と避けましたね。はい、これでレアは確定と、はい、これでね、まあ、ティファとかザックスに出てくれたら、もちろん、はい、行きましょう。1個ザックス、はい、これもしかして、もしかするともしかしてだけど、違うやつ出てる、違うやつ出てるやん。まあまあまあいいか、手に入っただけいいんですけど、違うやつ出てましたね、紛らわしい。はい、まあ、行きましょう、もう一回行きましょう。はい、3発目、また全然チョコも色変わらないですね。2、まあ、2が9大点ですよね。はい、武器がね、クラウドの武器がもうかっこよかったら味が合う。やっぱ出ないかな。こうなるとこいつも赤くならないんで、赤くはならない。意外と受けてくれたりね、払ってくれる方がいいんかな。え、ガチャのエースが、あ、払ってくれてましたね。ということはまあレア1個か、1個以上確定と。はいはい、いいわいいわ。はい、どうなるか。1個2個出ましたね。ザックスとルティアか。はいはい、ザックス、これはもう出たでいいですよね。出ましたね。はい、ザックス1個目ゲット、はい、武器ゲット、 OK、 プレッシャーリッチ手に入れましたね。はい、ルティアはね、あれ、これルティアちゃうわ、ルティア違うやん、
さあ4発目いきます。4発目、あー変わらないなチョコボ1 これ間に合うか。これはい、もうね受け止めたらもう無理なんでね、はい、5発目、次5発目ですか。でこの辺からねいつもバグるんです、分からなくなってる。5発目、お願いします。あ、変わった、あ、色変わりましたね。チョコボ4、でかいっすよ、でかいっすよ。初めてじゃない4出たの。うわ、オッケーオッケー、進んだ。はい、でガチャの方は来い。あー普通か、かっこいいな。はい、来い。ということはですね、まあ、チョコボだけに全振りした可能性あります、ね、まあいいか、それでもまあまあありか。はい、へい、2回連続出ませんでした。はい、はい、これだね、どういうこと？なんか1個出ましたよ。え、どういうこと？受けても出るの？飛ばしてたけど。はい、出ましたね。あらあら、すいません。フェザーグラブ出ちゃいましたね。かわいい。受けても出るということでね、はい、とんな勘違いしておりました。でも受けたらね、僕はね、飛ばすんでね。行きましょう、次。あれ、これね、5000。これ5000って結構っすよ。行こう、6発目、はい、行きます。さあチョコボ色変われ、変わらず2以上、はい、いいんじゃないですか。1、はい、2、あと1個で、あ、そうか、さっきのスタンプで1個確定やったからや。なるほど。さあこれが問題ですね。また変わらず、お願いします。このね、敵とかもね、変わってくれたりしたら楽しいんです。一緒です。さあ、来るか。まあ、受け止める気がする。なんとなくね。やめた。はい、行こう。やっぱりね、出ないんです。で、次はですね、もう、服は確定でございますからね。え、次、7発目ぐらいかな。1以外だったらいいですね。はい、1個確定。もう上はこれで確定ですね。行きましょう。いるの？そろそろね、1回1ぐらい出てもいいんですけどね。狙いきるか。弾いた。弾きました。ガードもね、たまにはね。フィーバー。さて、これで、エアリスっすね。エアリスは何でしたか。あ、でも、あ、まずウェアっすね。いいな、ウェア。かわいいっすね。よし。手に入れました、まずはね。で、何だったか、ミスリロットですね。はい。まあ、次行きましょう。8発目、8発目ぐらい、わからないですね。はい、そろそろ、まあ、3ぐらい、1、はい、久々1、こんにちは、はい、今後もね、やっぱり属性のね、霊属性を下げるときには使えてきますんでね、ちょっと行きたいんですけどね。釣りたい、釣らないけど、なかなかね、ないんですよね。6凸構え、せめて6凸なんですけど、多分この感じは無理です。1凸、せめて1凸。弾いたと。さあ、1個、2個。ケットシートティファ、ケットシートティファ。ケットシーは何人でございますか。ケットシーは、
か。あ、フラワーベース、あ、持ってないやつ出ました、ね、さっきセット C の絵文字も追加された割にはなかなか出ないんですよ、ね、あ、飛ばしちゃった、ごめんなさい。あ、フェザークラブ2個目で出ましたね。これで1個とつれますね。はい、さあということは、あとはザックスもう1回とつりたいですよね。はい、5000円で買えると。1000円高くないですかこれ。これ5000円買う人もう、まあまあ、はい、美課金の人ね、無理ですね。10、9、10、9、9ぐらいだと思うんですけど、いきましょう。あ、色変わってる、ラッキー、ラッキー。3、こいつは3以上なんですね。1、2、3、進みましたね。そろそろね、クラウドも武器変わってほしい。あれが見たい。もう全然変わらんすね。相変わらずかっこいい。弾くかね、避けたらまあ、どうしますんでね。あー、避けた、はい、行こう、レッツゴー。はい、出ませんでした。こんなもんっすよね。10行ったか行ってないぐらいですね。はい、これでね、カニで、星が1個、レア役がね、確定なんで、レア役確定なんで、演出は飛ばしていきましょう。はい、確定なんでね。1個は出るよ、1個は出るよ、1個、2個、ザックス、ザックス、はい、ザックス、ザックス、はい、これはありますよ、これはありますよ。 ね、これか、あ、出ましたね、1個。はい、でこれで、ね、じゃあ取れるということで、もう1個ザックスなんでね、ありますよ、これは。あ、お願いします。 あ、出ましたね。これで2突いけましたね。結構今の熱いですね。はいはいはい、11、12、これ5000円だから高いっていうね。はい、行きましょう。さあさあ行きましょう。そろそろ1、ここに来て1。 あと1、2、3、4、4つ出たらおしまいですね。間に合うかな。さあ、じゃあフェザークラブ2突いきたいですね。出る？出る？さあ行こう。なかなかね、内容のないことばっかり言ってますね。あ、ジータ、あ、ジータ、あ、ジータということはもう行きます。はい、1個確定、1個確定、1個以上確定。はい、誰ですか？ザックス。これね、もしかしたら、もしかしたら単突？単突いけちゃう、いけちゃわないか、さすがに。さすがに単突はちょっと欲張り。欲張りさん？欲張りさんですか？単突いきましょう。いくよ、いくよ、いくよ。いくよ。あ、いけるじゃない。いけたじゃない。単突いけたじゃない。はい。これはね、今後も役立ちますね。さあ、あとね、スタンプはね、こうやってか高いっちゅう。スタンプがね、あと4つなんでね。4つなんで、あ、もうこれで終わりですね。はい、はい、はい、3つ。4つちゃうんかい。ということで、またもう1回回さなあかんですね。結構、色値出ましたね。2回、3回くらい出ましたよね。変わってくれ、変わってくれ、変わってくれ。もしかしたら、クラウドは武器変わってないと、したくならないかもしれない。何もなってない。あ、受けた。はい、レッツゴー。受けたらレッツゴー。レッツゴーやけど、え、レッツゴーって3つ出てるよ。これレッツゴーの法則。行こう。キーパー、はい。あ、バニーの、バニーのやつ持ってなかったんで手に入れました。バニーグローブ、はい。ラッキー、ラッキーは？これ、え、4突？おっしゃ、でかいっすよ、でかいっすよ。誰でしょ、キーパーか、あ、違う、エアリーか。これも持ってないっすね。なんかでか、
ックステッキ、はい、結構大量にラッキー、はい、待って5点ラストですね。これでもう衣装は確定なんでね、1でいいです、はい、まあまあ2でもいいでしょう。はい、最後クラウドどうでしょう。あ、一緒か。今回最後までクラウドは変身なかったっていうんですね。結構いいの揃いましたね。はい、行きましょう。ラストラストぐらい、ラストぐらいは、ラストぐらいは、はじるはじけはじけはじけ、いけた、レッツゴー。はい、はい、よ、ウェア手に入れましたよ。ウェア何個目か、ジャックス結構持ってるんですけど、まだまだ。はい、デバフの延長をもらいましたね、はい、ありがとうございます。はい、5000円、高い。はい、さあこれでね、はい、ガチャはねもう一旦終了と。武器がですね、新作がですね、まずこれですね、プレッシャーリッチが4回とつれますよと。はい、1回目450までアップしたのと、デバフの延長が22秒と延長7秒。これも閉じていきましょう。あ、何だっけ、壁紙みたいな、もう背景を手に入れましたよ。いいっすね、いいっすね。はい、4凸までいけましたね。はい、あと2凸で6凸か、使えそうですね。これがね、まあ新しく手に入ってますから、まあ、持ってないでいいですね。これもフラワーベースも持ってなかったのでつけておりましたね。で、このレッグステッキも持ってなかったやつで、マニーグローブも持ってなかったやつですね。で、フェザーグローブが今回いっぱい手に入ったよ。いっぱいか、1個か。はい、これ1つはできましたんでね、効果が上がるよと。300ダメージの中ダウンの18、はい、6凸ぐらいまで行きたいですけどね。まあ、てな感じでですね、まあ、あの手に入れた手にいなかったものがね、手に入れれましたんでね、これで終了かなと思います。まあ、ガチャだけなんでね、また溜まればですね、そのイベント時回していきたいと思いますので、要チェックお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイ。